はい、皆さん、こんにちは。ということでですね、今日はいただいた質問に答えていきたいと思います。まあ、昨日 YouTube いじってたらですね、コメント欄で、なんかドバミミズ、まあ、ちょっとシマミミズの飼育の方のね、動画にコメントあったんですけど、ドバミミズをね、どうやったら溶かさないで活かせるかみたいなね、話をされたんですが、まあ、私ね、基本的にシマミミズしか飼育したことがなくて、ドバミミズってやっぱり飼育はかなり大変って聞いてたので、やったことがないです。だけど以前ですね、ドバミミズとシマミミズのこの違いがわからないときに、シマミミズだと思って、管理してた方法があるんですけど、その状態で2、3週間普通に生きてたので、多分これでいけんじゃないかなと思ってます。で、その質問じゃなくてコメント欄では、まあ、落ち葉をたくさん入れて、大きめの容器で、段ボール入れてあげたら多分いいんじゃないかみたいな話をしたんですけど、私もね、しっかりやったことがないので、これは、まあ、また経過観察みたいな感じで、まあ、実験的にやろうと思います。で、さっきね、ミミズ捕獲するところをね、カメラ回しながらやってたんですけど、まあ、なかなか撮影しながら難しいっていうことで、まあ、カメラ止めて10分ぐらい、ミミズを探しました。で、まあ、ここ今一番上は枯れ草じゃなくて、なんていうの、落ち葉か、枯れ葉がありますけど、この中にね、ドバミミズ、これちょっと容器がね、こんなに大きくないからね、見えづらいかもしれないですけど、まあ10匹ぐらい、10匹、20匹はいないかな、ぐらいいると思います。めっちゃでっけえのもいるんだけど。まあ、端っこに張ってますけど。で、これを、これは段ボールですね。全然湿らせないんですけど、これ。この大きいのはちょっと、さっきゴミと一緒にポイってしただけなんで、湿らせないんですけど。まあ、こんな感じです。基本中はシュレッダーした、ちゃんと見せたいな、別の箱に入れとくか、まあいいか。下がココナッツ繊維です。基本ココナッツ繊維で、ここに、細かくシュレッダーにかけた段ボールを混ぜ込んで、まあ湿り気適度にみたいな感じですね。で、こういう大きいのは多分あんまり意味ないですね。で、多分私の、研究結果によると、おそらくドバは、浅くて広いやつよりも、深い、容器の方が多分いいと思います。まあ、基本はこの子たちは多分巣を作って暮らしたい、種類なので、まあ、こんな狭いところじゃ巣は作れないんですけど、まあ、それと似た環境でっていう意味ではね、多分なるべく深いところにね、掘っていけるような環境を作ってあげるのがいいんじゃないかなと思います。で、なんでココナッツ繊維入れるかというと、前入れてたらうまくいったからですね。どうしようかな。これちょっとやっぱ容器があんまり良くないんで、こういう風に撮影して見せるにはね、あまりよからぬ感じですけど、ちょっと今容器これしかないんで、まあ、こんな感じでいこうと思います。これがね、まあ、この広さで20匹ぐらいだったら多分ちょっと過密状態だと思うんだけど、個人的には。いろんな本とかブログとかを読んでると、多分過密状態だと思うんですけど、でも前この大きさで100匹ぐらい入れてたんですよ。まあ、このサイズのやつはいなかったけど、ちょっと小さめのね、サイズのやつ100匹ぐらいいたときは、まあ、それで3週間ぐらいね、生きてたんですけど、なんで多分今回もいけるんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、中が上手に見せられなくて申し訳ないですけど。まあ、さっき取ったミミズたちですね。まあ、あんまり得意じゃないですけど、ドバミミズはきっと私。ビン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 こう動くイメージがあるんでね。まあ、だけど多分この中で生きてくれればね、保存方法としてはそんな悪くないかな。で、
で、このバケツはね、特に別にそこに穴とか排水の穴とか開けてないし、何も細工は施してないです。まあ、上蓋があって、この上蓋は、まあ、空気穴開けてますけど、そのぐらいですかね。で、いいと思います。まあ、死んだら多分すぐわかるんじゃないかな。溶けていなくなるのもそうだけど、多分匂いとかがね、結構するはずなので、どこが死んだら。よいしょ。あ、ダンゴムシもおる。まあまあ、いろんな生物がいて成り立つと思うんで。で、おそらく多分この小さい穴、空気穴からは逃げないと思うんで、まあ、このサイズでしばらく実験ですね。これも経過観察で。これ多分室内に飼って、脱走したら家族に怒られそうなんで、まあ外に出すかなと思うんだけど、ちょっと今の時期外に出したら不安なんで、まあ、ひっそり玄関にでも置いとこうと思います。で、これも、とりあえずじゃあ明日とかにね、中のミミズちゃんと生きてるか確認してみます。で、まあ1週間、2週間とかね、長いスパンで見ながら、ちゃんとこのドバミミズが生きた状態になるか。多分増やすのは相当に難しいと思うんですけど、まあ基本ドバミミズはね、冬を越えることができないと言われているので、まあ温度的な問題だと思います。だけど多分、あったかい部屋に入れたりとか、下から、まあ、小動物用のね、ヒーターとかやってあげると、おそらく生きながらえることはできると思うんですけど、まあ、その場合は多分この容器では若干微妙なんじゃないかなと思います。で、あと多分ね、温度を下げると、冷蔵庫とかね、低いところに入れると、まあ長持ちしますみたいな、釣りの餌みたいにも書いてありますけど、多分活動が弱まるだけでね、まあ、長生きというか、まあ、なんていうの、過眠状態になるんでしょうね、きっと。あんまり動きはしないけど、まあその元気な状態を保つには、多分冷蔵庫の温度とかだと、まあ個人的には低すぎるんじゃないかなと思います。で、おそらく25度ぐらいを、まあ上限に、少しずつ上はね、弱ってくると思いますし、30度ぐらいを超えたら多分もうみんな溶け始めるんじゃないかなと思います。あと、このね、過密状態はあんま好きじゃないので、っていうところもありますが、まあ、せっかくなんでね、皆さんにこのミミズの情報をお届けできる機会なんで、こんな風に動画を撮らせてもらいました。何か質問があれば、ぜひコメント欄とかご連絡いただければと思います。まあ、それに合わせてね、いろんな動画作っていきますので、よろしくお願いします。では、お疲れ様です。